ロラパルーザ、ロラパルーザ、ララプルザは、アメリカ合衆国で開催される、ロックフェスティバル。オルタナティブロック、パンクロック、ヒップホップなど様々なジャンルのミュージシャンが公演すほか、ダンスパフォーマンスや、コメディなどの公演も行う。1991年にジェーンズ・アディクションのボーカル、ペリー・ファレルが組織したロラパルーザは、北米各地をツアーする形態を取ったローフェスティバルで、 オルタナティブミュージックの流星に伴い1990年代のアメリカの若者文化の重要な一部を担う存在となった。1997年で一旦終了した後、2003年に復活したが、チケットの売り上げが思わしくなかったこともあり2004年は開催されなかった。2005年以降、テキサス州オースティンに本拠を置くキャピタルスポーツエンタテインメントが運営を行い、 シカゴ都心の大規模公園グラントパークを毎年の会場とする週末開催型の野外フェスティバルに変更された。ペリー・ファレルは1990年ジェーンズ・アディクションの解散にあたり単独の全米解散ツアーの代わりに多くのバンドと共に全米を回るロラパルーザフェスティバルの開催を考えた。ロラパルーザは決出した普通でないものという意味の言葉でファレルは 短編コメディ映画、サンバカ大賞、スリースト・チスシリーズの一編でその言葉を知り、五感が気に入ったので、フェスティバルの名称に採用した。これに先立つ1990年の夏、ギャザリング・オブ・ザ・トライブス、A、ギャザリング・オブ・ザ・トライブスが、カリフォルニア州のサンノゼト・ロサンゼルスの2カ所を舞台に、開催された。2日間のコンサートは、伝説的なプロモーターのビル・グラハムと、 ザカルトのリードシンガー、イアン・アストベリーが組んで行われたもので、イギリポップ、サウンドガーデン、クイーン・ラティファ、ザ・クランプス、インディゴ・ガールズ、レニー・クラビッツ、ジョーン・バイズ、スティーブ・ジョーンズ、モトセックス・ピスルズ、パブリック・エナミー・ラ・ヒップ・ホップや、ロックなどのミュージシャンが参加し、成功裏に終わった。このコンサートは異なったジャンルのミュージシャンの混ざり合った、フェスティバル可能性や、 オルタナティブミュージックの市場の可能性を指し示したものだった。ペリー・ファレルもロサンゼルスのコンサートに一観客として参加しており、こうした様々なミュージシャンを集めた移動型フェスティバルの全国版があって叱るべきだと考えた。ロラパルーザはかつてのウッドストックフェスティバルやギャザリング・オブ・ザ・トライブスとは異なり、単発のフェスティバルでなく毎年開催されるもので、しかも、 アメリカからカナダにかけての多くの都市を数ヶ月かけて巡回するフェスティバルだった。こうした鮮明的なミュージシャンが参加するフェスティバルが東海岸や西海岸の大都市近郊だけでなく中西部や南部など内陸部の地方都市へも巡回したことはアメリカにおける1990年代のオルタナティブミュージックの活性化に一役買ったと言える。1991年の 第一回は、ラッパーのアイスティーからインダストリアルのナインインチネイルズまでがヘッドライナーとして参加するジャンル横断的な顔ぶれであり、音楽産業からの独立の雰囲気に満ちていた。ロラパルーザのもう一つの要点は、音楽以外のサブカルチャーを多く取り上げたことであり、フリークショーのジムローズサーカスから、ポエトリーリーディング、少林寺の部造までがパフォーマンスを見せた。また会場にはテントが立ち、 その中には、政治や環境問題などの NPO の窓口、イラストや美術作品、工芸品などの展覧会、ビデオゲームのコーナーなどが設けられ、1990年代のカウンターカルチャーが集まる、総合的な文化イベントの様相を呈した。1991年より後からは、メインステージの他にセカンドステージが、さらに1996年からは、サードステージが設けられ、 新進のバンドや現地のバンドがセカンドステージなどで公演を行った。こうした小さなステージで公演を行うアンダーグラウンドのバンドからもメインストリームへ踊り出るバンドが出現し、ロラパルーザは未知数のバンドが全米に名を知られるきっかけを多く作った。1990年代初頭のクランジの爆発はロラパルーザを時代の先端に押し上げた。 1992年、1993年のフェスティバルは、ラップやハードロックの他に、グランジュが多く取り上げられたほか、パールジャム、レイジ・アゲンスト・ザ・マシーン、デッド、ホット・チリ・ペッパーズなどがヘッドライナーとして参加し、モッシュやクラウド・サーフィンといったパンクロックコサートの聴衆のパフォーマンスが、フェスティバルにも持ち込まれた。またしや、本の朗読、ジャングルジム、 タトゥーやピアスを入れる店など屋台の参加者が激増し、コンサート会場の外は市場のような状態になった。当時はチケット販売の際に各開催都市のチケット店の前に行列ができ、何日もチケット店の前にキャンプを張って待つ人々もいた。しかしチケットの高さや会場の飲食物の高さ、野外会場の無秩序さやセキュリティのなさには怒りの声も上がった。 日没後は、ゴミや毛布を燃やして、キャンプファイヤーを行う者もおり、また舞台を取り巻く照明などの足場によじ登る者もいた。1994年は、グランジュの絶頂期であると同時に、悲劇の年でもあった。ニルバーナがこの年のロラパルーザのヘッドライナーとなる予定だったが、彼らは4月7日に出演を辞退した。ボーカルリードギターのカート・コバーンが遺体で、 発見されたのは、翌4月8日だった。コバーンの未亡人コートニー・ラブは、同年のロラパルーザのいくつかの都市のステージに、スマッシング・ンプキンズのボーカル、ビリー・コーガンから時間を譲られて、サプライズゲストとして登場し、コバーンの喪失を聴衆に語った。ロラパルーザの率役者だったファレルは、自分の新プロジェクトに集中するためとして、フェスティバル組織から離脱し、 フェスティバルの権利を世界最大のタレント事務所、ウィリアム・モリス・エジェンシーに売却した。この時期、未知のジャンルやバンドを多く紹介する1990年代、初頭の冒険性は徐々に薄らいでいた。多くの参加者は、1996年のメタリカの参加を、非メインストリームのミュージシャンを紹介してきたフェスティバルの歩みに反したものとみている。 フェスティバルはカントリーミュージックのスーパースター、ウェイロン・ジェニングスの参加やプロディジーなど手のミュージシャンの参加でジャンルを男性を維持しようとしたが、1998年のヘッドライナーを見つけることができず、結局1997年の会が最後となった。2003年、ファレルはジェーンズ・アディクションを再結成し新たなフェスティバルツアーを構想した。この年ロラパルザは復活し、 30都市を7月から8月にかけて回ったが、チケットは価格の高騰により売れ行きがかんばしくなかった。翌2004年もツアーは予定されていたが、やはりチケットの売り上げは伸び悩み、その年の6月になってキャンセルされた。ファレルは、キャピタルスポーツエンタテインメント、現在の C3 プレゼンツと組み、ロラパルーザブランドを共有し共同制作することになった。 2005年に再開したロラパルーザは、シカゴでの2日間開催となった。ステージ数は5つに増え、より多様なジャンルからの70以上のミュージシャンが出演し、猛暑にもかかわらず6万5千人が集まる成功となった。以後、ステージ数や開催期間を増やしながらフェスティバルは毎年続いている。 開催地は2011年までシカゴに固定されていたが、後に2018年までのシカゴ開催が決定している。2011年、チリサンティアゴでロラパルーザが実施された。これはフェスティバルの初めての北米外での開催であった。カニエウエスト、ザ・キラーズ、ジェーンズ・アディクションがヘッドライナーとして参加し、チリのローカルアーティストもたくさん出演した。2012年、 初めてブラジルサンパウロで開催し、2013年にイスラエルテルアビブで開催予定。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。